O2 セルに受験回数と入力、O3 セルにイコールカウントカッコと入力して、北海道太郎さんの1回目から10回目までの成績データを選択、エンターを押して自動入力のチェックを入れると全員の受験回数が表示されます。不要なところは削除します。次に P2 セルに満点と入力、 P3 セルにイコールを入力した後に北海道太郎さんの受験回数をクリック、半角でアスタリスクを入力、1回のテストの満点が10点なので10と入力、エンターを押して自動入力をチェック。これで受験していない回の得点を抜いたそれぞれの満点が表示されます。 Q2 セルに得点率と入力、 Q3 セルにイコールと入力して北海道太郎さんの合計をクリック、半角でスラッシュを入力、満点をクリック、エンターを押して自動入力をチェックすると全員の得点率が表示されます。これは 98÷100 の計算の結果です。このままでは見にくいのでパーセント表示にしたいと思います。全員の得点率を選択して、上メニューバーの表示形式をパーセントに設定をクリック、パーセント表示になりました。小数点以下が不要なので小数点以下の桁数を減らすを2回クリックすると得点率が整数で表示されます。超絶簡単です。